カタールワールドカップでは日本代表の決勝トーナメント進出を果たし、史上初のベスト8進出はならなかったものの、功績を大きく評価されている森保監督。皆さんはそんな森保監督の現役時代を知っていますか？今でこそ温厚な性格で人格者という印象がありますが、幼少期はやんちゃな一面があり、壮絶な努力の賜物で日本代表監督にまで上り詰めているんです。早速森保の現役時代を見ていきましょう。幼少期、森保は1968年8月23日に静岡県掛川市で生まれましたが、造船業の父親の仕事の関係で転居を繰り返し、小学校1年生から長崎県長崎市に定住しています。長崎で通っていた小学校にはサッカー少年団がなく、森保は野球に打ち込んでいました。小学校5年生の頃に赴任してきた先生の勧めで、隣町にある土井の首サッカースポーツ少年団に入ることとなり、本格的にサッカーに取り組むようになった森保。当時から優れた運動神経でメキメキと上達し、全日本少年サッカー大会にも出場。当時はチームメートの怪我により、ゴールキーパーとして全日本少年サッカー大会に出場しましたが、その後すぐにフィールドプレーヤーに戻っています。中学校でもサッカーを続け、森保が目指したのは長崎のサッカー強豪校である国見高校への入学。しかし当時の森保は努力を知らない少年であり、それに見かねた父親が国見高校への受験を許してくれませんでした。結局森保はサッカーの強豪校への進学を諦め、長崎日大高校に進学。当時森保を森保はじめと読める人がおらず、チームメートがポイチと連呼したことからポイチが愛称となりました。意外にも高校時代の森保はかなりやんちゃで、ラフプレーを受けたチームメートの報復として相手選手に飛びかかり、レッドカードを受けるほど短気な側面も見せていたんです。またサッカー部のハードな練習に耐えきれず逃げ出してしまうこともありました。その一方で左腕を骨折し離脱していた際、森保がいないときついという監督の言葉を人づてに聞いた森保は、ギプスを湯船に突っ込んで溶かし、翌日の試合に強行出場。短気な一面もありますが、仲間意識の強さや誰かのために行動する気質から次第に人徳が生まれていきました。さらに監督から時には厳しく時には優しく指導されたことで、人間としても大きく成長していくことに。それでも長崎県でサッカーの強豪校である国見高校と島原商業高校の壁は高く、全国大会とは無縁のまま森保の高校サッカー生活は終わってしまいます。しかし選手としての実力は目を見張るものがあったため、当時の長崎日大高校の監督は松田の強化部長で交流のあった今西和夫氏と、当時コーチを務めていたハンス・オフト氏に森保を見てもらおうと高校に招待。2人は森保について、足が遅くてドリブルも下手で選手として大きな特徴はないものの、視野の広さと危機管理能力の高さ、そして高い集中力を評価しています。そして松田への入社とサッカー部への入部が決まりました。松田サンフレッチェ広島時代、松田への入部が決まっていた森保ですが、会社の予算の都合により子会社に勤務しながら松田のサッカー部でプレーする形を余儀なくされます。当時はサテライトチームであった松田 SC 東洋でプレーし、激しい練習に耐えながらトップチームへの昇格を目指していました。その努力が実を結び、この年から松田の監督に赴任したハンス・オフト氏に見出され、トップチームデビュー。加入から2年間はレギュラー選手との実力差があり、努力と忍耐を続けていましたが、3年目にはレギュラーのポジションを確保しています。その後ハンス・オフト氏は辞任するものの、後任のビル・フォルケス監督も森保の資質に目をつけ、ビル・フォルケスの古巣であるマンチェスター・ユナイテッドへの短期留学も経験させてもらうほど充実した日々を過ごしていました。プライベートでは1990年に結婚し、結婚式での今西和夫氏からの「お前プロになるんだろ?」とのスピーチによる問いかけに答える形でプロ入りを決意します。1991年には松田とプロ契約を締結し、数少ないプロ選手として松田の日本サッカーリーグ一部昇格に大きく貢献。そして1992年に恩師であるハンス・オフト氏が日本代表監督に就任すると同時に、森保は日本代表に初招集。日本代表としての初戦となったアルゼンチン代表戦ではボランチのポジションで脚光を浴び、日本にボランチという言葉が浸透する張本人となったのです。その後も日本代表でレギュラーとして活躍し、1993年にはあのドーハの悲劇を経験。森保はドーハの悲劇ほど辛く悲しい出来事は二度と起こらないと振り返っており、この悲劇があったからこそ様々なアクシデントも乗り越えられたと語っています。
日本代表ではボランチのポジションを不動のものとしますが、当時横浜フリューゲルス所属の山口元博が台頭したため、1996年2月を最後に代表から外れています。しかしクラブでは京都パープルサンガへのレンタル移籍から復帰した1999年に J リーグ200試合出場を達成し、名実ともに J リーグを代表する選手となりました。ちなみにプライベートでは妻との間に3人の息子がおり、3人ともサッカー選手として、長男は蒲田マーレ讃岐やニュージーランドリーグでプレー、もう一人の家族である愛犬の名はラウルといい、由来は元スペイン代表のラウル・ゴンサレスで、お子さんが名付け親となっています。京都パープルサンガ時代、 J リーグの開幕から5年にわたりサンフレッチェ広島一筋でプレーしていた森保。しかし横浜フリューゲルスの消滅に伴って、 J リーグを取り巻く経済環境は日に日に悪化していきました。1998年にはサンフレッチェ広島も財政難となり、年俸の高かった森保は当時ハンス・オフト氏が監督をしていた京都パープルサンガへのレンタル移籍を余儀なくされます。実は京都パープルサンガへは完全移籍の予定でしたが、サンフレッチェ広島のサポーターがこれに激怒、森保の完全移籍に反対する署名運動を起こし、その結果レンタル移籍に切り替わっています。京都パープルサンガでもレギュラーを確保した森保ですが、チームは低迷し、シーズン途中でハンス・オフト氏が解任、シーズン終了後には森保も京都パープルサンガを退団し、サンフレッチェ広島へ1年で復帰しています。ベガルタ仙台時代、サンフレッチェ広島に復帰した森保ですが、森崎和幸ら若手の台頭により出番が限られるようになってしまいました。2001年シーズンはわずか16試合の出場に止まり、シーズン終了後にはスタッフへの転向を打診されてしまいます。しかし森保はまだまだ現役にこだわっており、京都パープルサンガで一緒だった清水秀彦氏に誘われる形でベガルタ仙台への移籍を決意。ベガルタ仙台では主力としてチームに貢献するものの、2003年にはチーム全体が不振に陥り、ベガルタ仙台は J2 への降格が決定。これを機に森保も戦力外となってしまい、このシーズン限りでの引退を決意しました。引退後はサンフレッチェ広島のコーチを経て監督に就任すると、サンフレッチェ広島を3度の J1 優勝に導き、2017年にはオリンピック代表監督に就任、2018年にはオリンピック代表監督と兼務する形で日本代表監督に就任しています。いかがでしたでしょうか。日本代表監督として評価されているモチベーターとしての資質や危機管理能力は、高校時代や社会人時代の厳しい指導によって培われたことが分かりましたね。他にも皆さんが知っている森保についてのエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。